はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベーカーです。本日作っていくパンはバタースコッチの一枚一枚ね、剥がして食べられるようなパンを作っていこうと思います。今回の動画ではそういう風に剥がして食べれる成形の方法とか、あとはね、キャラメルソースの作り方が学べるようになってます。なるべくね、初心者の方でも作れるようにレシピを簡単にアレンジしてますので、最後までご覧ください。それでは本編始まります。どうぞ。それでは本日のレシピはこんな感じになってます。ポイントとしてはキャラメルのクリームを間に挟んでいくので、成形しやすいようにパンの生地の方は牛乳と卵を使ってまとまりやすい生地にしてみました。それではね、生地を作って発酵中にクリームを作っていくような手順でやっていきます。まずは強力粉ですね。今回はハリオコイっていう粉を使ってます。そしてこの測った粉の中にインスタントドライスですね。そしてお塩、あとはお砂糖を入れて、さらに牛乳です。今回はね、バタースコッチと相性いいようにするために牛乳と、あとは卵を使います。ちょっと生地がね、さっくりと軽い食感になるので、スイーツ系のパンと相性いいです。卵で混ぜます。では生地をこねていきますね。最初は結構ね、ベタベタする配合なんですけれども、力加えて遠くまで伸ばしていくと手にくっつかなくなるタイミングが来るので、こね続けていきます。特に今回の生地の配合のイメージとしたら、食パンと菓子パンの間ぐらいのね、イメージをしてます。結構この生地も万能に使えるので、別にこれで食パン焼いてもいいし、バターロールを焼いてもいいし、いろんなものにね、使いやすい配合です。今だいたいこね始めから10分ぐらいですね。生地の具合がね、だいぶ良くなってきました。どういう状態かっていうと、こう表面の部分が粉っぽい感じがなくて、つるっとした光沢感があるような感じになってきましたね。そしたら、このタイミングでバターを加えていきます。バターは固いまま使っていきたいので、夏とかでね、暑い時は使う直前まで冷蔵庫入れといて大丈夫です。やっぱりね、バターが入ると生地が伸びやすくなるっていうのもありますし、油の粒が生地中にできると水分がね、蒸発しにくくなるので、少し日持ちさせる効果もあるんですよね、バターは。では油っぽさがなくなってきたところなので、ちょっとこね方ね、第2段階いきます。生地ちょっとね、丸く整えて、その後手で塞いで右前左前コロコロしていきます。そうするとライトの摩擦で生地がね、つながってくれます。これもそこまで硬い生地じゃないので、あんまりね、強くやりすぎちゃうと生地がこういう風に荒れてしまうんですね。生地でこういう風になるのは良くないです。なるべく全体がつるっとした面でね、ブチブチちぎれないようにするっていうのはこねる時のポイントです。うん、だいぶ良さそう。今ね、2分間ぐらいしかまだ転がしてないんですけれども、生地の状態がとってもいいので見ていくとこんな感じです。まず表面ね、しっとり感があってツヤがあります。そして押した時に弾力あって跳ね返ってくるぐらい。あとはグルテン膜チェックって言って、生地の端っこちょっとね、拝借します。でこれを伸ばしていきます。そうするとこういう風にね、薄い膜が張るようになります。これがグルテン膜って言って、このつながりがパンのもちもち感とか、この膜にね、イーストのガスが閉じ込められるのでパンが膨らむようになります。ここまでね、綺麗にできたらこのパンは OK。 はい、では発酵に入れていきます。パン生地は乾燥に弱いので、ラップとかね、濡れ布巾かけて生地乾燥しないようにしましょう。ではこれは温かいところで大きさが2倍になるまで休ませてきます。では行ってきます。ではこの発酵させてる間の時間でキャラメルソースを作っていきますね。まずお砂糖を入れて、このお砂糖をちょこっと湿らせます。そしたら火つけて
これを焦がします。このね、溶かしてる間は絶対触っちゃダメです。お箸でね、かき混ぜたりとか刺激を与えてしまうと結晶化して白っぽくなってしまうんですよね。当面溶かすためには何も触らない、このままね、カラメル色になるのを見届けましょう。で、この時ね、並行して熱湯も用意しておきましょう。この後すぐ使います。はい、では色合いがね、キャラメル色になってきたのでちょっと手前で止めます。そしてここに熱湯入れます。離れるのでね、気をつけていきます。軽くここをね、揺すります。これでカラメルの完成です。これをカスタードクリームに入れることでキャラメルカスタードを作っていきます。では次にカスタードの準備していきます。こちら1個分ね、の溶き卵とその中にお砂糖入れます。混ぜて溶かします。そしてこの中に薄力粉入れて、これも混ぜて溶かします。混ざったらあとは牛乳入れます。混ぜます。でこれをね、カラメルソースの中に入れます。あとは加熱しながら混ぜるだけ。いい感じ、こんな感じです、質感。そしたら最後ね、バター入れていきます。バターで風味付け。では今回はちょっと大人味にしていくためにお塩もちょっと入れます。これちょっと塩キャラメルですね。よし、こんな感じでできたので、使う時までね、冷蔵庫で冷やしておきます。今ねサラッとしてるんですけども、冷やすとね固まって扱いやすくなります。はい、それではこちらがね、一次発酵終わった生地です。きちんとボリューム得てますね。そしたらね、発酵の状態チェックしていきます。粉のついた指でプスッと刺してプスッと抜きます。この指の穴が塞がらなければ発酵がね、良好ですよっていうような印になります。では余分なガス抜いて、すごい、ではこれは3つに分割していきます。では同じ大きさに3つに切ったら丸く形を整えていきます。軽くねガス潰して、で今回の成形に関してはこれを薄く伸ばしていくので、ちょっと休ませる時間を長く取ります。そうするとね、生地が緩んで伸ばしやすくなるので、あとは丸める時の力加減もなるべくね、引き締めないように優しくソフトなねタッチで丸めていきましょう。では乾燥しないようにね、ラップかぶせておいて15分休ませた後に作業開始していきます。で今回成形の仕方は長細く伸ばしていくんですけれども、中心当ててこっちコロコロ、こっちコロコロってやります。最初は優しい力でね、伸ばしていきます。で最終的にはちょっと四角っぽい形にしたいので、ちょっと生地余らせます。なるべく薄ければ薄いほどいいですね、今回は。でちょっと生地溜めたら、上コロコロ、下コロコロ、角出ますよね。でこんな感じのね、長四角になれば OK です。これもじゃあ伸ばしていきます。縦方向ね、最初は軽い力で横長に、なんとなく伸びてきたなっていうタイミングが来たら、ちょっと生地余らすことを意識しましょう。余らせるね。で薄く力入れて伸ばしていきます。で立て立てね、立て立て、こんな感じです。はい、それではね、3枚同じような形に伸ばせたら、冷やしておいたキャラメルクリームをのっけていきます。冷やすとやっぱ固くなるんですよね、触ってもくっつかないし。これを塗ります。濡れたらもう一枚のやつを上に重ねます。で2枚目もね、同じように塗っていきます。
別にこれね、カスタードクリームでももちろん大丈夫です。そしたら最後の1枚ですね。切る幅はこのね、深さなので、3等分でいいかな。3つに切ります。型に入れるときは少しビヨーンと生地伸ばして半分に折ってこれを並べていきましょう。でこのね折り目が交互になるように重ねていきます。よいしょ。最後の1個もちょっと伸ばしてクリーム塗ってで畳んで、それでは型に詰め終わったところです。上から見るとまあまあ不細工なんですけども、多分ね発酵して焼く頃にはね綺麗になっていると思うので、ではこのまま二次発酵です。生地ね乾燥しないようにだけラップかけときます。それでは行ってきます。はい、それでは二次発酵が終わりました。こんな感じにねボリュームが出てます。ではこれ早速ね焼いていきたいと思います。でオーブンはね二次発酵中にタイミング見てね余熱入れときましょう。で余熱入れときは天板ごとですね。ではこちらパン入れてスタート。はい、それでは焼き上がりました。でこのパン特に焦げやすいので、ちょっと焦げそうだなと思ったらアルミホイルとか上にね乗っけておくと焦げ防止になります。ではね見てみましょう。はい、では焼き上がりはねこんな感じですね。でこういう片焼きのパンの場合は蒸気が中にこもっているとそこからしぼむ原因になるので、トントンとねダメージ与えて蒸気抜きましょう。ではこれは出して、うん、いい感じ。よいしょ。うん、柔らかい、ふわふわ。ではね粗熱が取れたら試食してみたいと思います。はい、それでは本日はねバタースコッチをサンドしたパンを作ってみました。今回のポイントはこのねキャラメルのソースを畳んで挟み込みながら型に入れて焼いていくっていうことがポイントですね。で特に今回のキャラメルソースに関してはそのままねクリームパンとかにも応用できるし、作っておいて食パンの上にね塗って食べるっていうのでもいいと思います。それでは味見をしてみたいと思います。今回、剥がしながらね作れる成形っていうことで、ここもねこのところからペロって剥がして食べることもできます。ではねこのちょっとキャラメルたっぷりの部分をいただきます。うん、これね結構キャラメルクリームに注目しがちなんですけど、まずパン生地が美味しいです。でキャラメルクリームも甘さ控えめに作ってあるので、そこまでね甘ったるいって感じはするわけじゃないので飽きずにね食べられるかなと思います。でこれパン生地だけでも軽くて美味しいので、この生地だけで食パン作るのも全然 OK だと思います。この生地もねこのクリームもいろんな風に応用ができるので、ぜひね皆さん作ってみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。コメント欄でね、リクエストなどもお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。失礼します。